メガネ、私のメガネ。ここから先は私の領分、どうぞお引き取りくださいませ。ラバンの導きによると、この辺りに手がかりがあるようですね。しかし、なんと素敵なお屋敷なのでしょう。我が国にはない風情を感じますわ。何なんだ貴様は。勝手に侵入した挙句、堂々と館の中を徘徊するとは。貴様の目的が何であれ、その罪決して軽くはないぞ。ウーレイシャンバーサスシャルロット、いざ尋常に最終戦勝負。よっしゃ。家福衣服でございます。確かに私も無礼ではありましたが、何もそこまで怒らなくても。また怒られる前に次の場所へ。あら、この絵画は、まさかこれが。悪も苦しい私は。ようやくたどり着きましたわ。このウーレイシャン、一族の名にかけてその邪気払い落としてみせましょう。ウーレイシャンバーサス静か御前、いざ尋常に一本目勝負。静か御前の浄化昇天を見届けたレイシャンは、一面の桜花爛漫に心を奪われる。邪気から解き放たれた静か御前を弔うように、桜の花は静かに風に揺れていた。乱れていた流脈もまた正常の流れへと戻りつつある。天命を果たすことができた喜びを抱き、軽やかな足取りで彼女は母国へと向かった。帰還したレイシャンの耳に届いたのは、日の元での災禍の消滅に応じるかのごとく反乱が鎮圧されたという吉報だった。祖父への報告の傍ら、彼女は安堵の笑みを浮かべた。過酷な旅はもう終わり、これからは国に腰を落ち着け、風水で朝廷を守護していくのだ。あの騒動から一月が経ったある日、レイシャンは謁見の間へ呼び出される。再び単身で諸国を巡り、古代の災禍の真相を調査せよ。皇帝から下された新たな勅命に、レイシャンは思わず目を丸くした。理想が音を立てて崩れ落ちてゆく中、彼女はその身に哀愁を帯びながら、再び過酷な旅へと身を投じるのであった。
く過酷な旅が終わったと安堵しておりましたのに。しかし、これも風水師として陛下の信頼をいただいている証拠。前向きに参りましょう。